こんにちは。時事あんあんニュースのお時間です。とある YouTuber が販売した LINE スタンプが使いづらすぎて話題となっております。この LINE スタンプは花音伝願という動画投稿を生業としている無職の男性2人が制作したもので、販売後すぐに購入者から既読無視されて返事が来ない、グループ LINE から退会させられた、もともといなかった友達がさらに減った、事案やななどと不具合の報告が殺到しました。なんか沖縄でなんかシークワーサージュースを買ったんですけど、それをなんか美味しいよっておすすめしたら、友達がなんかシークワーサーの輪は小さい輪みたいな、 なんかスタンプ送ってきて、ムカついてブロックしました。いや、会話したんですけど、あの送ると間違いないんで、まだ使ってないです。すいません、ちょっと取材いいですか？はい。スタンプとかって使ってます？あ、自分結構スタンプラリーとか好きなんで、いろんな駅もあってやってますよ。あ、ありがとうございます。この事態を受けて、花尾伝願の所属する販売元の株式会社ホエイは、販売した LINE スタンプは責任を持って自主回収する、一件一件家庭訪問しダウンロードした端末を見つける旅に出ると供述しています。それに対し、提携先の大手 YouTuber 事務所 UM は、各自でアンインストールしてもらえれば良いのではと意見。それに対し伝願は LINE スタンプで正論あざすと返し、事態は収束した模様です。以上、時事あんあんニュースでした。ねえ、話したいことあるの。最近すれ違い気味じゃない？私たち、もう別れようと思う。もうちょい考え直そうや。ふざけないでよ。すみません。すみません。なんなのこいつ、ありえない。この間の科学の薬品だって私が立て替えたんだよ。大丈夫大丈夫、桐生さんやから。全然大丈夫じゃないわよ。インオンの SO42- は危険なのよ。ヨーブッタいいんやな。なんだよこいつ。バカにしやがって。何よそれ、真面目に答えてねえカンタ、過去のあなたはどこへ行ったの？お、これは、じゃあこれだな。それは短歌ではないでしょうか？ん？え？嘘？え？ちょっと待って、え？何よそれ、真面目に答えてねえガンタ、過去のあなたはどこへ行ったの？短歌かよ。ウケる。ああ、私やっぱりあいつのことまだ好きかも。ピンチをチャンスに変えていけ、花輪の伝願 LINE スタンプ好評発売中。ママ、あのスタンプ買って。はぁ、何？何これ、気持ち悪いスタンプね。やめときなさい、友達減るわよ。はい、というわけでですね、花尾伝願の名場面スタンプが発売されました。イエイ、イエイ。ということで、まあ見てもらったら分かったと思う通り、まあすでに販売していて、視聴者さんからですね、もう結構普通に既読無視されましたとかいう声が、まあ、実際に来ております。本当にね。はい、あのほんまにそれに関してはもう想定内の範囲です。我々全く想定してました、それは。はいはい。まあでも一つ言いたいのは、このスタンプはあくまで視聴者さんが選んだスタンプであるということを押しておきたい。確かに、視聴者にね、一度あの花尾伝願、花尾チャンネルの名場面を教えてくださいって言って作りましたから。そうですね。はいはい、だからみんなと共に作り上げたスタンプなんでね。はいはい。まあ我々としては丹精込めて作ったものなんでね。そうですね。あの、はい、ぜひ
手に取って友達を減らしてみてはいかがでしょうか。そうですね、うん、逆にだから面倒くさい LINE ってあるじゃないですか。ありますね、あの返したくない LINE とか、はい、そういうのに対してはめっちゃ効果的なんですよ。だからまあブロックの一歩手前ができるから、そうそうそう、ブロックせずに、はいはいはい、このスタンプだけでシッシッて追い払えるから。そうですね、そういうな友達が多くて悩んでるっていう贅沢な悩みの人にはいいんかなというこの手段となっておりますので、はい、でまあ一応リンク貼っときますんでよかったら入手してみてください。はい、お願いします。花田電眼のメンバー面 LINE スタンプでした。ありがとうございました。ありがとうございました。